フラエンジニアのゆうたです。今回の動画はですね、前回ちょっと前に上げさせていただいたAzure ですね、マイクロソフト Azure から、50万円請求が、来ていましたっていう、話の、続きの動画になってます。はい。で、その動画はですね、簡単にご説明しますと、2ヶ月間で50万円のシステム利用料がかかってますと。なので、その分ちゃんと支払ってくださいねっていうふうに、クレカというか、料金の請求が来てました。はい。ただ、そんなに使った覚えはなくて、それが不正利用とかで誰かに使われたんじゃないかなっていうので、マイクロソフトのサポートに問い合わせをしていて、その後…っていう、話だったんですね。はい。で、今日ですね、6月5日なんですけれども、に電話かかってきて、一応決着がついたので、ご報告をしたいと思います。はい。結論ですね、僕が40万円支払います。はい。なので40万円を支払うことになりました。で、今日電話でお話ししたんですけれども、10万は返金しますよ、原因不明だけど10万円は返金します。ただ、一応技術グループが、その通信の内容を調査したんですけど、どのような使われ方をしているかっていうのは正直分かりませんでしたと。通信内容までは把握できないので、結果的にその通信が不明なので、原因不明なままで、経理グループっていうのがいるみたいなんですけども、その方たちにですね、この電話担当の方が、請求をするみたいなんですけど、経理グループ的には原因不明なら10万円までなら、返していいですよっていうことで落ち着いてるみたいなんですね。なので、これ以上は、お返しすることはできません。なので、50-10、40万円お支払いくださいというようなことでした。はい。で、そうですね。そこでちょっとごねたい気持ちもあったんですけれども、結局ですね、多分堂々巡りになって一生決着つかなくなっちゃうかなっていうふうにも思ってましたし、これはこれと思って、ちょっと男らしく、はい、わかりましたというところで、その電話は終わりました。で、その担当してくれた方曰く、これはこれと申し訳ないけど受け取っていただいて、この予算ですね、予算というか Azure の課金額で、いくらまで到達したらメールが飛んだり、するような仕組みがあるので、それを活用して、こういうことがないように気をつけていただければなと思いますということでした。ということで、結局ですね、今僕その全てのリソースを削除して、いるので、実際課金額かかっていないんですけれども、でも Azure のお仕事をいただくことがあるので、やっぱりキャッチアップのために、勉強もしないといけないし、やっぱりその利用していって、その肌感をつかんでおく必要があるので、どちらにしろ、Azure にはこれからもお世話になることと思っております。はい。なので、ちょっとこの、コスト監視ですね、請求額の監視っていうのはまだ僕できてないんですけれども、本格的に、勉強だったり、触る時には、とりあえずこれは、必須でやろうかなと。やろうかな、じゃなくてですね、やります。なので、この Azure の件ですね、AWS だと、キータとかで、
まあ、インターネット上で見かけたんですけれども、Azure の件っていうのは、僕見かけなかったので、一応まあこの動画がですね、まあ、どなたかの参考になればなというふうに思っております。はい。なので、皆さんもですね、この料金の請求っていうのは、ちょくちょくチェックして、気をつけていただければなと思います。はい。なので、まあ、この40万円を取り返すために、まあ、お仕事をですね、頑張って取って、稼がないといけないかなと思っております。はい。というところで、ポジティブに考えていきたいなと思います。はい。というところで、今回の動画はですね、以上になります。では、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。